皆さんどうもこんにちは、ウワフーです。今日はですね、ここにもあるんですが、マットの、昆虫マットの、ガス抜きの重要性についてね、ちょっと話していきたいと思います。よいしょ。はい、でね、これ、発酵マット10リットルなんですけども、皆さんね、発酵マット届いたり、買ったりして、ガス抜きってやってますか？もちろんやんない、全然やったことないよっていう方もいると思うんですけど、僕個人的にはガス抜きはやった方が幼虫の、安全面ではかなりね、安全性が上がると思っています。とで、なぜガス抜きした方がいいのかっていうことなんですけども、僕のこれは実体験なんですが、以前ね、こうあれヘラクレスの幼虫だったかな、オスを飼っていた時があって、だいぶ前なんですけども、その時ガス抜きとか全く知らずに、ちょっとね、高校生で、趣味で飼ってて、買ったマットを、あれちょうど夏だったんですよね。はい。そう。その夏に、購入したマットをね、そのままガス抜きしないで、飼育容器に移して、そのまま幼虫を入れたんですけども、一日後に見たら、もう上に上がってきても、ダラーンとしててです。覇気がないというか、はい。そんな感じで、ちょっと、なかなか潜ってなかったんですよ。で、その時ね、あんまり YouTube とか調べても、そもそもその動画を上げている人が少なかったし、なんでだろうって思って、ちょっと数日、様子見ようかなと思って、そのまま置いておいたんですよね。で、数日おきに見たらもう上で真っ黒になってね、ちょっとなくなっちゃってたってことがあったので、皆様にはね、そういう経験してほしくないなっていうことで、今回動画上げていますが、ガス抜きは、しましょう。ガス抜きはした方が、より安全に幼虫飼育楽しめると思います。でね、ガス抜きした方がいいマットって、個人的に発酵が浅い茶色めのマットだったりとか、そうですね、発酵が浅いとやっぱりバクテリアがね、このオガクズを分解しようっていう風に働くので、どうしても再発酵は起こってしやすい傾向にあると思います。でね、割と対照的な真っ黒な、そう、黒土寄りの、ああいうちょっと茶色よりは黒系の発酵マットっていうのは、もうね、だいぶ発酵が進んでいるので、分解されきってはないですが、そう、ある程度分解されているので、再発酵は、発酵が浅いマットに比べては、起きにくいです。はい。僕が、今まで使ってきた感想なんですけども、なので栄養価が高いって言われてる、その発酵が浅い茶色めの、マット、ああいうのはガス抜きした方が無難ですね。はい、はい。でね、なんで再発酵すると幼虫がなくなっちゃうのかっていうことなんですけども、このマット元はおがくずですよね。それを分解するバクテリアが、その代謝物っていうのかな。その分解する過程で熱と、あとこのガスですね。二酸化炭素と、あってな、アルコールだったっけな。すいません。ちょっとここうる覚えなんですけども。あんまり良くないガス発生させるみたいで。でね、その熱で死んじゃうのかガスで死んじゃうのかわかんないですけど、この二つが原因になっているだろうってことで、でね、これガス抜きっていうか再発酵しちゃってるって時の幼虫の症状として、上に上がってきちゃったりだとか、あと上に上がってきてこのグダーっとね、ダラーンとしてる、ちょっとあんま動けなそうな感じしてたら、まず飼育ケース開けてあげて、ちょっとね、換気してあげると、そうですね、っていうのがいいと思います。でね、そのままほっとくと、僕みたいに最悪死なせちゃうことがあるんで、そのまま放置はしないで、何かしらの対策をしてあげるっていうのが重要になってくると思います。
じゃあね、これからガス抜きの方法を、まあ紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、早速ガス抜きの方法をやっていくんですけども、まあ、ガス抜きの方法といってもね、めちゃくちゃ簡単で、まあ、用意するものはこういうちょっと大きめな、うん、こういうボックスっていうのかな、コンテナボックスと、あとはそのマットですね。はい、今ちょっと小映えとか飛んでるんですけど、まあね、こういうマットをそのまま冷凍庫にねぶち込んで、まあ、冷凍処理してから解凍するっていう方もいると思うんですけども、まあね、うちの場合ちょっとね、あの家族とかがいたりするとどうしてもあの土をね、マットを冷凍庫に入れるってなるとちょっと家族の反乱じゃねえよ反対っていうかね、まあ、白い目で見られるので、僕の場合はまあ、以前ちょっと動画でも紹介したんですけど、ガス抜きを行ってから、まあね、そういうクワガタなりカブトなり飼育する容器にマットを詰めてから、まあ、こういうこんなね10リットルボーンって冷凍庫に入れないで、小さめの容器にね小分けにして入れるっていう風にすると、まあなんとかね、家族の反対も押し切れるということで、そういう風なやり方でやっております。はい、じゃあね、早速やっていきます。でね、ちょっと今回は10リットルだけ、うん、ガス抜きしようと思います。でね、こういう袋とかに入10リットル分小分けとかじゃなくても、この50リットル一気に入ってるやつとかもそうだと思うんですけども、こう開けた瞬間にツンとね、うわっていう臭みたいな匂いがしたら、もうそれは完全にガス抜きしましょう。はい、でこれは匂いは今のところまあそんなしないですけど、割とちょっとうってのがあったんで、今嗅いたところ、うん、これもガス抜きしていきます。こういうね、発酵が浅い茶色めのマットはどうしてもね発酵しやすいんでね、それで逆にこういう浅いマットから産卵に適した黒い粘り気のあるマット作るには、まあ、冬とかの場合だと僕はホットカーペットとかありますよね、でそこに上に置いて、さらに上で毛布でかぶせたりすると、強制的にね発酵っていうか再発酵っていうか起こせるので、うん、でその状態でまあ 2,3 週間置いておくとね、もうなんて言うんだろうな、こういう抹茶色じゃなくてかなり黒めのね、うん、発酵したマットができるので、そのこういう茶色いマットから黒いマット、産卵とかに使うようなマットを作りたい場合は、まあ、強制的に発酵させるっていう手もあるのかなとは思います。じゃあね、こんな感じで入れたら、ちょっと鳴らして、はい、でね、こんな感じで入れ終わって、まあ、どうしてもそのハエが気になるっていう方は、まあ、僕とかも気になるんで、そういう時はね、こういうなんだろうな、コバエ取りみたいのをここに置いておくと、そうするともうバンバン引っかかっていくので、まあ、多少ね、発生、ガス抜き中に発生しちゃったコバエとかはここで、捕まえて、まあ、なるべく外に出したくないので、うん、っていう対策は、やっております。でね、この状態になったら、まあ、これで蓋をすると。で、これ蓋すると、ガス抜きできねえじゃんって思うかもしれないですけども、こういうね、コンテナボックスとかは、こういう蓋と容器の間に隙間が空いててですね、ここから空気の行き来ができるようになってるので、うん、この状態で2、3日置いておけば、はい、ガス抜きは、まあ、完全に完了っていう形になります。んでね、その、まあ、マットの発酵具合によって、ガス抜きの期間っていうのは、まあ、多少変わってくると思うんですけども、そう、大体2、3日ぐらいでね、匂いとか取れるんで、そう、最初ツーン、開けた時ツーンとした匂いでも、まあ、空気にさらしておくことで、もう山の、なんて言うんだろうな、土の匂いっていうか、
まあ、すごい土の匂いみたいな感じになるので、まあ、そうなったら幼虫飼育に使えるマットになるんじゃないかなと思います、うん、で匂い取れても熱とかがまだちょっと微妙に残ってたりしたら数日間ね、まあ、またちょっと寝かせてあげて完全に熱が取れたら使ってあげると、まあ、そうするとね幼虫も喜ぶと思うのでね、ぜひやってみてください。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。